ました。オケタニクロの秋葉原 TV 17回目です。私、町の宣伝本部長、オケタニクロです。よろしくお願いします。いやー、ですね、まあこんなユーストリームもそうですけども、僕はツイッターね、1日僕ツイッター4時間ぐらいやってんじゃないですかね。YouTube 3時間、ツイッター4時間、やらしいサイト5時間見てますけども、僕ツイッターでこないだね面白い出会いありました。これねご本人も許可を取ってるのでね話しますけどね、こないだ 2,3 週間前に、渡辺社長っていうねこの知り合いの浅草で昭和40年代から会社をされてるところの、2代目の社長さんのトークイベントを僕プロデュースして、2人でトークイベントやったんですけども、その打ち上げにやっぱりね社長さんがたくさんいらっしゃるわけですよ。で一人面白い社長さんがいらっしゃってね、30代前半ですけど、すごい方で、保険の会社を経営されてる方やねんけども、青山の方でなんかもう2フロアぐらいでっかいところ借りてるような方で、保険の世界大会出るって言ってて、そんなあるんやって。世界ね各国から集まって、何違反ズボンとか履いてみんな集まるわけでしょ。まあ何こっち見てんねんみたいな、見てへんわ俺みたいな感じで、知り合いに似てるなと思って見ただけなんですけどみたいなね、そんな修学旅行の喧嘩みたいなのないですけど。でその方がね、僕マック、アップル社のマニアなんですよっていう話をしてて、ああそうですか、 iPad 出されて、僕この CM に感動したんですよって見せてもらった CM が、ヒッチコックとか、あと誰が言ってたかな、有名な世界の偉人たちが映ってて、クレイジーな人が世界を変えたみたいな CM なんですよ。なんか三角の穴に丸いものをはめたがるとか、なんかそういう文句があって、この人たちはクレイジーと呼ばれた、でも世界を変えたのはこの人たちだみたいなやつがあって、あ、僕これめっちゃ好きなんです、僕新聞広告切り抜いて持ってるんですよって言ったら、その人は、あ、本当ですか、ちょっとコピーさせてくださいよって言って、あ、わかりましたって言って家帰ったら、あれへんの見つかれへんの、押し入れ開けても何にもないの。そうや、俺友達のウルッチに渡したままや思って、ウルッチオーストラリア行ってもんでんの、連絡取られへんねん。あいたたた、俺渡す言うたのに困ったな。でも誰が持ってるやろうなと思ってネット検索しても一個もないので、ようやくねちっちゃい画像検索で載せてる人がいてて、でそれを拡大してコピーしてその人に渡そうかなと思って、そんなんでけへんの、ちっちゃすぎて元々が。俺嘘つきやんかも、それええ格好して、いやもう僕も持ってます言うたのに。そっから1週間ぐらい延々探しまして、国会図書館行けばね新聞の縮小版があるけど、それはやっぱ縮小やんか、やっぱ原寸大で欲しいやん、全面の広告やったから。んで1週間ぐらいねネットで探してたらね、ブログに上げてる人いてて、今年の正月に実家帰ったらものすごく懐かしいものを見つけましたって言って、もう黄ばんでるやつをあげてて、でその人にもらわれへんかなと思ってコピーを。で探してるうちにツイッターやってることに気づいて、その人がで、ツイッターで俺 RE 出して、僕ももともと持ってたんですけどちょっとなくしたんでコピーさせてもらえませんかって言ったら、返事来て3日後ぐらいに、あ、いいですよ、会いましょうか、フットワーク軽い思って。で、いや、そのいいんですかってこっちは思うでしょ。でも普通に会って、俺渋谷で待ち合わせして、もう初対面の第一声が、なんで会おうと思ったんですか、僕と。僕誰かわからないですよ。よく会おうと思いましたよねって言って、まずもう東京に住んでるね、近辺に住んでたことも奇跡的やし、相手が男性だったことも運が良かったし。で、すごいですねって、バックパッカーとかやってたんで、全然そんな知らないところに行ったり知らない人と会うの苦じゃないんですって言ってて、もらったお名刺もね、ちょっと会社の名前言われへんけど、みんなが知ってる会社の方やって、
そのなんかリーダー的な会社のことをされてる人で、まあ男前でした。うん、でもらってで実際そのアップルマニアと言ってた社長さんにその写真をちょっとね、写真をいいですか、黄色のやつを、やっぱりねそれ降りたくないじゃないですか。なので僕そのね原寸のままね送った。これA2 の封筒なんか見たことないでしょ。すごかったから、とにかく大きくて、これね郵便じゃもう送られへん、 U パックですって言って郵送代で1100円かかんのこれうん。でも会社に送って、じゃもうすぐにねお電話社長からいただいて、ほんと嬉しいですっていうお電話いただいて、うん、いや俺もなんかねよかったと思って、まあ喜ばせたかったし、で俺も自分の分もコピーもらって、それがねこれです。これめっちゃかっこええの、これちゃんと入れてますけど、こういうやつね。これねやっぱり俺の友達でも知ってるね、その友達のウルッチーっていうのがコピーさせてくれ言うて渡したら、オーストラリア行ってもうてもう俺あれもなってもうてんけども、まあ、こういうね出会いがありました、ツイッターを使って。でなんでねそんな行動を取ったかと言いますと、これね実は今日のゲストの方とねかなり関連がある行動だったんですよね。うん、まあ、今日のゲストの方ね、この本の著者の方ですけども、はい、今呼びに行った感じでいや本当僕ねこの本ね発売してすぐにも読んでたんですよ、去年のね夏場だったと思いますけども、あこれ俺ちょっとね実践してみよう、書いてることと思って、一瞬ね本屋のタイトルこれ見つけた時にね、あまたなんかアフィリエイトの本出てるなこれと思って、ネットで物売れとかそういう本やなと思って見てた、全然違ってね、あこれ面白いなと思ってすぐね友達に紹介して、これ読んだ方がええよ言うて、まさかね書いてるご本人がいらっしゃるとは思いませんでした。楽しみですね。本日のゲスト伊藤義行さんですようこそすごいですね、大噂通りのすごい服装でお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。いや伊藤さん、まあ、この本もう去年ね、はい、もうすぐに読ませていただきまして、ありがとうございます。これ伊藤さんは第一作目の、そうです一発目です、ですよね、はい、これはまあ伊藤さん、まあ、じゃあ自己紹介していただきましょうか。お職業など、職業はですね、はい、まあ、いわゆるデザイン会社におりまして、はい、まあ、皆さん知ってるところですとですね、はい、アーティストの気まぐれんっていうアーティスト知ってますかね、はい、まあ、彼らのウェブサイトを作ったりですとか、はい、あとあの洋楽のアーティストですとリンキンパークってわかります？わかりません。わかりませんか、はい、あとグリーンデーとかですね、まあ、ロック好きな人は結構知ってるんですけど、はい、そういうアーティストのウェブプロモーションとかをやってます。その会社の方が、はい、この本を出されたきっかけは何だったんですか？きっかけですか、はい、僕もここ4年ぐらいこういうビジネスの本読むようになったんですけど、はい、たまたまその日読んでたら本がですね、はい、自分の友達を見ると自分の能力が分かるって書いてあったんですよ、はい、で今の自分の知り合いを見てみたらですね、結構本出してる人が 5,6 人いたんですよね。ってことは俺もいけるかなと思って割とこうショートカットしましたね。ショートカットで本出すならそういうその作家虎の穴みたいなところがあるんですよ、はい、そこに入ったんですよね、はい、そこに入ってその僕のなんかノウハウとかメソッドに価値があるんだったら出せるし、はい、ただの思い込みだったら出せないし、はい、じゃあとりあえず行ってみようということで飛び込んでみたんですよ。はあ、そういうきっかけがあったんですか。そういうきっかけなんですよ。まあでそのじゃあその本、そういう本を、はい、ビジネス本だとか、まあ、自己啓発の本を読むようになったきっかけっていうのはどういうことだったんですか。きっかけですか、はい、きっかけは今働いてる社長に、僕がですね、まあ、つい最近 7,8 年前まではですね、はい、今のうちの会社アライブ株式会社っていう会社なんですけど、
あの会社の立ち上げ時期、はい、なんでまだ会社になってなかった時期なんですけど、会社の立ち上げ時期に僕も創業メンバーでおりまして、はい、で1ヶ月働かせてもらったんですよ、はい、で1ヶ月一生懸命働いたんですけども、給料がなんと1万円でしてなんでそんなことになるんですか。で、あの社長連中は給料ちゃんともらってるんですよ、はい、でなんでですかって聞いたらですね、はい、いやお前はバカだから1万円もらうだけでありがたいと思えと言われましてもう法律違反とかそういう問題でもないですよね。 でもね、あのギリギリ調べたらですね、はい、会社になってなかったんでまだ、はい、なるほどなるほど、政府らしいですね。あ、はい、それであまりにも僕が仕事できなさすぎたらしくてですね、はい、試しにお前こういう本読んでみろって渡されたんですよ、はい、それで読んで使ってみたら結果が出たんで、あ、これ使えるなっていうことで読み出したのが最初のきっかけですね。あー、なるほど、はい、その、まあ、その頃読まれたまず一冊目の本っていうのは何だったんですか。一冊目の本はあのマーケティングの本でですね、はい、神田正則さんっていう方の、はい、あなたの会社が90日で儲かるっていう真っピンクの表紙のした本なんですけど、はいはい、それを最初読みましたね。あ、はい、でそれまではそういう系統の本っていうのは読むことは全然なかったですか。なかったですね。読むとすればスラムダンクかドラゴンボールみたいな漫画が多かったっていう、もしくは雑誌のナンバーみたいなあ、スポーツ系の。そうですね、はい、じゃあそういう時期に神田正則先生のその本を読んで、はい、どんな感じでした。まずそもそもですね、僕絶対その時読んだのがちょうど21歳だったんですよね、はい、読んだのが今29歳なんですけど、はい、その21年間なんで読まなかったかっていうと、こう人がうまくいった方法は人それぞれだと思ってたんで、うん、はい、そんなね、人のを使ってうまくいくわけねえと個性を出してなんぼじゃないかと思ってたんで一切読まなかったんですよ。それでもずっとこう結果が出ない日々が続きまして、はい、働いても月1万円で、給料日に行ったらたまに給料が隠されてたりとかですね面白い会社ですね、はい、でその次の月はですね、はい、じゃんけんに勝ったらあげるって言われたりですよね、はい、そんな感じだったんで、はい、これは何かを変えないと自分は一生こうダメダメ扱いをされてしまうというふうに思ってたんですよ、はい、でそんな時に家でゴロゴロテレビ見てたらですね、料理番組やってまして、はい、料理番組ボケーと見てたらですね、料理研究家の人がこんなコメントを言ってたんですよ、はい、あの今の皆さんの体は1ヶ月前に食べた食べ物でできてますよって言うんですよ。なるほどなと、なんか俺も聞いたことあるよみたいな、はい、でその時にピンときたんですよね。そのじゃあ食べ物変えたら1ヶ月後俺の体質変わるんだなってことが分かったんですよ。これはもしかして人生も同じじゃないかと、はい、こうこれまで生きてきた、これまで生きるために選んできた選択肢ってありますよね、はい、それの積み重ねが今日の自分なんで、うん、選択肢を今日から変え始めたら1ヶ月後は変わるんじゃねえかみたいな。なるほどなるほど。なんで一番その僕が印象的だったのは、あの料理研究家さんのコメントが、はい、食べるもん変えれば体質変わるって言ってるんですよね。その人がなんかどういう体質してるか無視してる発言じゃないですか。そうですね、能力というか、はいはい、ってことは、あ、その僕もビジネスにおいて普段の行動を変えれば結果的にそのもらえる給料とか仕事の評価は変わるなっていうのを考えたんですよ。ああなるほど、うんうんうん、元からのまあ才能とかそういうことではなくって。そうですね、じゃなくて日々食べてるものの積み重ねなんじゃないかと、うん、あ、決して僕はバカなんじゃないんじゃないかみたいな、はいはい、なるほどなるほど、はい、あ、それで、神田正則先生の本を読まれて、そうですね、もうすぐに実行に移されたんです。いや、読んだからにはですね、はい、やってみないと本当か嘘かが分かんなかったんで、はい、これはちょっとやってみようと思ってですね、そこにはこうチラシはこう書きなさいとか、はい、お客様への手紙はこう書くとお客さんがもっと増えますよってことが書いてあったんですよ、はい、なので僕は例文がたくさん書いてあったんで、例文をですね、名前だけ変えてですね、そのままコピったんですよ、はい、コピって出したら3日後ですね、うん、なんと1件も仕事が取れなかったんですけど40件の問い合わせが来まして、はぁ、はい、これはす